6時半です。起きてください。コーヒーを入れます。朝食を食べましょう。行ってきます。行ってらっしゃい。一つ目が興味、二つ目が理解、三つ目が行動となります。この三つの事柄が人にとってどういう影響をもたらすのか、今日はそれについて発表していきたいと思います。では次のページに参ります。今回のコンテンツは視聴者の感覚を捉えながら進行する演出が求められます。ではお手元の黄色い資料をご準備ください。The penetration level of telecommunication services in Asia。 以上になります。本日はお忙しい中、ご清聴ありがとうございました。
Thank you.